明誠学院高校です。書道部部長の原田さん、今回の企画にはどういった思いで参加してくれましたか？はい、今年はコロナ禍による影響で3ヶ月に及ぶ自粛や大会の中止など私たちの部活動にも大きな影響がありましたが、これまでの練習の成果をしっかりと発揮して皆さんに元気を届けたいというような思いで参加させていただきました。はい、今日はどういったパフォーマンスを披露してくれますか？はい、書道は個人でも行える技術ですが、私たちは集団での和を大切にしており、和がみんなで作り上げるものを大切にされていると、はい、そうです、はい、なので団体としての力を発揮できるように思いを一つに心を込めてパフォーマンスを披露させていただきます。はい、ありがとうございます。今回皆さんがパフォーマンスで使う曲なんですけれども、窓の外には優しい心が一番大切だよという曲になります。いじめにより自ら命を絶った神奈川県の高校生小森かすみさんの詩をもとに創作された曲です。明誠学院ではこの曲を通して命の大切さを考えようと18年前からかすみさんのご両親と交流を重ね芸術として表現しています。まずは練習風景などを取材した VTR をご覧ください。明誠学院高校書道部は1年生から3年生までの12人で活動しています。1996年の創部以来、数々の全国大会で名を残す名門校ですが、今年は新型コロナウイルスの影響で3ヶ月に及ぶ活動休止を余儀なくされた上、いくつかの展覧会も中止となっています。毎日部活動ができることが当たり前ではないのだということを改めて気づかされ、より一層先生方や部員と共に練習ができる日頃をとてもありがたみを感じました。先月書道部は去年数々の全国大会で個人団体ともに優秀な成績を収めたことを報告するため岡山県知事を表敬訪問しました。その場には卒業生たちも出席。今回番組で窓の外にはを披露することを伝えると、なんかあれは先輩から代々受け継がれているものだし、あれがあったからこそ特技の結束力とか強まってると思うから大切にしていってほしいかなと思います。そんな先輩たちの思いも受け継ぎパフォーマンスに挑みます。今までに練習してきたものをしっかり発揮してこの状況に打ち勝てるようにしたいと思います。この日は部員たちが集まり、歌詞の中から最も伝えたい一文字を選びました。大きく書く文字から、はい、この歌詞のフレーズの中で取れるような部分があれば、はい、夢、はい、大事の候補として挙がったのは夢、星、優、愛。最終的にどの文字を選んだのか。その大事の隣に書くのはパフォーマンスを通して伝えたいメッセージ。歌詞の意味を考えながら自分たちの言葉で表現します。言葉を発する前に相手の気持ちを考える、うん、そういう優しい心が 大切っていうことをいろんな人に知ってもらいたいっていうのもある。パフォーマンスでは字だけでなく歌、手話も使ってかすみさんのメッセージを表現します。お互いのことを思いやって平和な世界をみんなで作っていけるような言葉をパフォーマンスの作品に載せたいなと。高校生たちが1枚の紙に自分たちの思いを載せます。4分の間にどんな文字が生まれるのか注目です。いよいよ明誠学院高校書道部に書道パフォーマンスを披露していただきます。今日は後ろにですね、書道部の方と同じく特別芸術コースに所属する3年生も歌と手話で入ってくださいます。それでは皆さんお願いします。優しい心には窓の幸せな未来を願い、心を込めてパフォーマンスをさせていただきます。それではご覧ください。窓の外には。お願いします。
これで書道部のパフォーマンスを終わります。ありがとうございました。書道部の皆さん、ありがとうございました。もう緊張感のある中で素晴らしいパフォーマンスを見せていただきました。中島さん、鈴木さん、いかがだったでしょうか。優しさと、ね、力強さと、はい、一緒に伝わってきますね。みんなで作り上げた作品ですよ ね、 すね。今まで、ね、たくさんもう練習もしてきたと思うんですけれども、成果が、ね、発揮されたんじゃないですか、ね、みんなの力でね、はい、たくさん練習を重ねられたということで、うん、まあ、これから作品を見るのが大変楽しみなわけですけれども、本当に皆さんの優しい気持ちというのが、うん、まあ、表情からも本当に伝わってきましたよね。はい、いい表情されてますね。それとは対照的にこう、ね、字の方は力強くしていただいたかと思います。それではご覧いただきましょう、はい、後ろを見てください。おお、すごい。もう立ち上げると、はい、余計この字の迫力っていうのが伝わってきますよね。伝わりますね、はい、一番大きな字はあれは何と書いてあるんでしょうかね。はい、花田部長、はい、今回書かれた字の説明をお願いできますか。はい、右上の大きい文字は、はい、夢という漢字を昔の文字で書かせていただき、文章は相手のことを考え万物に優しく幸せを願うと書かせていただいたのですが、これは、日本の文化である仮名の構成を考え、黒と白の余白を意識して書き上げました。はい、ありがとうございます。素晴らしい作品に仕上がったと思います。板崎さんにお話を伺いましょうか。パフォーマンスを終えてみていかがでしたか。はい、これまで、いろんなこのパフォーマンスの努力であったり手助けであったりをしていただいたので、こういうふうな形で作品が仕上がってとても嬉しいです。はい、ありがとうございます。では広田さん、今回テーマにされた優しい心というのは本当今コロナ禍の状況の中で求められていることだなというふうに感じたんですけれども、広田さん自身はどういった思いを込めましたか。私たちは3年間窓の外にはという曲を使ってパフォーマンスをしていく中で、優しい心について考え、相手の気持ちを考える大切さを一人でも多くの人に知ってもらいたいと思い、一つ一つの行動や言葉に心を込めてパフォーマンスをさせていただきました。ありがとうございます。その気持ちが本当に皆さんにも伝わったかと思います。それでは最後に原田部長、はい、まあ、今回のパフォーマンスを経てですね、はい、明誠学院書道部、これからどのように書と向き合っていきたいですか。はい、今回のパフォーマンスを経て改めて感じることをできた仲間の、和というものを大切に、このような状況でありますが、今も活動させていただけている今に感謝をして、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。本当にこのパフォーマンス自体は先輩から受け継がれていたということで、はい、まあ、後輩たちこれからもパフォーマンス続けられると思うんですけれども、どういった思いを託したいですか。そうですね、この窓の外にはという曲には、本当に優しい心や温かい心を大切にする意味がたくさん込められているので、その意味を、尊重し、その意味を大切にして、他の、これから続いていく後輩たちにもこの温かい気持ちを、つないでいってほしいと思います。はい、ありがとうございました。これからも皆さん頑張ってください。以上、明誠学院高校書道部のパフォーマンスをお伝えしました。